大学に入ってから自分の個性を出した設計をしていく中で、まあ、より設計をやっていきたいなとは思うようになりました。成績が良ければ未来区の50が、まあ、取れるかもしれないということと、あとはそれに受かっても他大学の入試も受ける、その後受けてにすることもできるって特殊な、まあ、形の入試になっているので、とても受けやすくて、私立ちょっときついなって思う、お金の面できついなって思ってる人とか、とても魅力的な入試だと思いました。まあ、私もその入試を使って、まあ、未来区の50に入ることができたので、半年かけてやる設計があるんですけど、まあ、それプラス、まあ、各授業で、今2年生ですと、なんか防災についてだとか、あとは構造、その1年生の時に構造力学を少し学んだんですけど、それのさらに専門的な部分を習ったりしてます。ヨーロッパ研修があって、オランダのアムステルダムと、フランスのパリと、スペインのバルセロナの3カ国を10日間ほど、建物で一番すごかったのはサグラダ・ファミリアですね。4年間の中で、まあ、ちょっと新しいことに挑戦したりとか、まあ、コンペをやってみたりとか、検定を受けてみたりとかっていうのを、まあ、今後はもっとやっていきたいかなと思ってます。自分がやりたいことを明確にして、まあ、それに向かって頑張ってください。